皆さんこんにちは、樋口金物飛行です。今回はですね、サムネイルとかタイトルにもあるように、保証修理について、ご説明したいと思います。結構ね、保証修理、これ保証になるとかご相談受けることあるんですけど、まあ保証修理っていうのはどういうのが保証修理で、ご購入店で対応するべくものがあったりするのも多々多いのでね、ちょっとその辺をご説明させていただきたいと思います。まずですね、保証修理、何が保証になるのっていうところでいきますと、バッテリー商品、バッテリー製品はですね、一番簡単ですね。ご購入1年以内に電源が入らなくなってしまった、スイッチが入らなくなってしまったっていう場合のは保証対象になります。あとそれ以外でですね、燃料キャップのキャップが折れてしまったとか、まあ、爪の部分ですねとか、あとまあお客さんの使ってる使用方法が原因ではなくて不具合が起きてしまった場合に1年間であれば、保証修理対応いたしますよという形になります。そんな中でですね、とにかく一番判断に難しいというか、ほとんどがノーなんですけど、お客さんはいや保証にならないのっていうのがね、エンジンの焼き付きなんです。だからそういう経験をしたことがあるお店、そういった対応を真面目にちゃんとやってきたお店は、スチールのチェーンソー、スチールの仮払い機にはメーカー純正のオイルを使ってくださいねっていう文言がついてしまうんですね。それをめんどくさいって思ってしまう方が多いんですよ。で、なんでそういう燃料に対してのオイルを、スチール純正のものを使ってくださいねってなるかっていうと、混合燃料の闇の部分で散々お話ししたようにですね、エンジンが焼き付いた際、機械が悪いんじゃないかって素人の方思う方が非常に多いんですね。で、エンジン、車でも鳴らし運転という言葉があるように、チェーンソー、仮払い機も鳴らし運転が実は必要なんですね。で、焼き付くとすれば、新しいうちに焼き付くリスクっていうのは非常に高いんです。なので、鳴らし運転中だけでもね、メーカー純正がおすすめにはなるんですけど、ピストン、アルミなんですね。で、シリンダー、まあ、様々な材質今ありますけど、マグネシウムとかね、ありますけど、ピストン、アルミとシリンダーの噛み合わせが、新しいうちっていうのは、当たりが出てないとか当たりが出たとかそういう言い方したりもしますけど、パワーがちゃんとしっかり当たりが出るまでパワーが出ないとか、そういったのも高配給になってくるとあるんですけど、やっぱり馴染んでからじゃないと出力が出ないんですね。その馴染む前っていうのは摩擦抵抗が大きいので、温度が上昇しやすいので焼きつくリスクも非常に高いんです。で、そんな中、間違った燃料を入れてしまってすぐには焼きつかない、10時間ぐらいは使えたとか、そういった場合に焼きついてしまうことが多いんですね。あと、目立てが上手にできてなくて、フルスロットル時間が長い、チェーンソーですとフルスロットル時間が長い、仮払い機も、購入してすぐナイロンコードで回してしまうんですけど、そこに、燃料純正じゃないものを使ってたっていう場合に、そのフルスロットルの高温に耐えれないっていう場合があったりするんですね。なので、くどいようですけど、メーカー純正のオイルを使ってくださいとなるところがそこにあるんですよ。で、エンジン焼き付いた場合、ほとんど、メーカークレームではありません。過去にね、何個だかだけ、キャブレターの燃料飛ばす量が薄くて、燃料で冷やす効果が薄くて焼き付いたっていうのが過去に、何個かあったぐらいで、ほとんどが、機械のせいではないんです。機械が悪くてピストンシリンダーの、抵抗が強すぎて焼き付いたってことはないんですね。なので、使用者の方の燃料が原因で焼き付く、で、あとフルスロットル時間が長くて焼き付くっていうことが多いので、ここがね、難しいところ
なんですよ、難しいというかもうなんですけど、お客さんにどう説明すればいいかっていうので難しいっていうところですね、販売店は。なのでオイルを使ってくださいという簡単な言い方になるんですけど、ユーザーさんからすると、こんな細かいこと言うメーカーなのっていう風な印象を持ってしまうっていうところですね。まあなので、エンジンの焼き付きほとんども買い替えるのと変わらないぐらいの修理になるので、なので、オイルのところエンジンをご使用される際はね、ちょっと気を使っていただければと思います。あとね、車で引いてしまった、木に挟んで持ってかれて壊れてしまった、これは保証ではないです。対象外になります。どちらかというと、車も買った初日にぶつけちゃいました、1週間で速度に落ちてしまって傷つけちゃいましたとか、それを保証で直してくださいっていうのはないですよね。それは保険の方になるんですよ。なのでチェーンソーを使ってて、仮払い機使ってて、そういう事故で壊れてしまったっていう場合は、保証ではなくて保険での修理となるので、メーカー保証の対象外になります。なのでそこはね、各々かけていただいた保険とかがあれば、そっちの方の保険でやっていただければと思います。まあほとんどの方がそういう保険入ってないでしょうし、入れたりしないでしょうかし、メーカーとかお店の方でもね、そういった保険をご提案はしたりしてませんので、なのでそれはそういった物損は、保証対象外になります。ちょっと調子が悪くなったら、結局ねお店の方と相談というのが一番いいですね。でハンドルヒーターついてるチェーンソーなんかですと、ヒーターが効かなくなったんだけどとか、そういったのはもちろん1年以内であれば保証対象になります。まあよくあるのが、振動で断線してしまってることがあるんですね。まあそういったのとか保証対応させていただきますし、何でもかんでもね、これ保証にはなりません、お客さんの使い方ですと断るわけではないんです。なのでそういった判断をできるお店とのところからご購入いただくっていうのが一番いいかと思います。当店のお客様も、一応これこういうふうに壊れたんだけどって持ってきてくれたら、うちも、1年以内だと言われなくてもいつ買ったかっていうのね、保証書を残しておりますので、それで登録を確認して1年以内であれば保証対象にお客さんに言われなくてもすることも結構あったりするんですよ。なのでそういった対応させていただいてもらっておりました。なのでビクビクしながら持ち込まれる方も多いかもしれませんけど、まあ、とりあえず簡単に、お店にご相談するっていうのは大事になるので、そういったお付き合いできるお店、値段だけじゃなくてね、判断してみていただければと思います。本当ちょっとしたことでね、ところで保証対象になるかならないかっていうところの分かれ目なんですけど、お店の人も鬼じゃないので、いやこれはちょっとお客さんからお金いただける案件じゃないなっていう判断すればね、メーカーと相談してウィンウィンウィンとスチールのとテーマの中であるんですけど、お客さんが一番ウィンにならなきゃいけないんですよ、ユーザーさんが。なのでそこの部分のテーマからは外れることはないのでね、そこをモットーにしておりますので、そこは相談しながらお客さんが一番有益になるように対応させていただきますので、ぜひご相談いただければと思います。今回の動画良かったなと思いましたら高評価お願いいたします。チャンネル登録まだの方、チャンネル登録お願いいたします。それではまた。